カリホルニウムは原子番号98の元素。元素記号は CEF。アクチノイド元素の一つ。超乱元素でもある。比重は15.1。融点は摂取900度である。安定同位体は存在しない。物理的、化学的性質も不明な部分が多い。原子化はプラス酸化。実用的な用途がある最も原子番号の大きい元素でもある。 カリフォルニウムには3つの同素体がある。元素名は地名であるカリフォルニアおよびカリフォルニア大学に由来する。そのためカリフォルニウムと日本語表記されることもあるが学術用語集で定められた日本語表記はカリフォルニウムである。いくつかの同位体が発見されているが最も半減期が長いのはカリフォルニウム251で898年である。 原子炉内で、ウラン235が、中性子の捕獲を繰り返してできるカリフォルニウム252は、半減期が2.65年である。このカリフォルニウム252は、自発核分裂する。1949年、カリフォルニア大学バークレー校、e n のグレンシー・ボーグ、トンプソン、ディオール・ソラが、キュリウム242に、サイクロトロンで3506イブに加速した。 アルファ粒子をぶつけてカリフォルニウム245を発見した。日本では1973年日本原子力研究所がカリフォルニウムの合成、検出に成功したと発表。アメリシウム241に中性子を46日間照射後、中性子を吸収して成長した物質を科学的手法で分離、これを濃縮した物質からカリフォルニウム250と、 カリフォルニウム252を検出したもの。カリフォルニウム252は、中性子宣言や、被破壊検査、その他研究用に使用される。また、原子炉建設後、最初の中性子源としても利用されるが、必要量は、マイクログラム単位に過ぎない。しかしながら、仮に百0 0グラムの価格を単純に計算すると、約7兆円になる。原子爆弾にカリフォルニウムを使用した場合、 非常に小型化できる可能性が高いため研究されていた時期があり、サイエンスフィクションでも個人が持ち運びできるものとして描写されている。しかし、戦術の通り大変高価な物質なので兵器としての運用は現実的でないと考えられている。ありがとうございます。